さあどうもこんにちはゴミヤスタですさあ今日どこにいるかと言いますとここ横浜の港未来なんですけれどもさあ僕がちょっと、えー、体を動かすとはい見えてきますよねさあマクラーレンさんに来ましたさあここご存知ですここね港未来どんどん今充実しているんですけれども新しくできた K アリーナにですねマクラーレンのもう正規ディーラーさんがまたできたんです これで日本で言うと7店舗目になるかと思います。はい、マクラーレン横浜で、はい、営業時間書いてあります。さあ、ちょっと今日はまだ営業時間外ですけど、はい開けて入ってみましょう。 マクラーレンさんのショールームってなんかどこを見てもほ、まあ、他の店舗もそうなんですけどかなりシンプルなんですよね。あんままりねそこまで派手に着飾ないというのかなだからシンプルになんかハンドリングマシンとして突き詰めるみたいな姿勢そのままになんかね硬派な感触がすごいあるそして今日来たのはですねその新店舗だからっていうそういうわけではなくてこちらですよ。アルトゥーーラのスパイダーでございますちなみに これ僕が大好きな 750S でございます、まあ、アルトゥーラのご紹介なのにすいません750も映してしまい今ねこれ陸走モードなのでちょっと車高が上がってんのが寂しいところなんですけどしかもこちら750のこれスパイダーですよ僕が大好きなオープンモデルスパイダー。 いやーこの伸びやかな感じねそしてこの後ろねこの後ろがかっこいいんですよでライトつけた時のライトがね凛とする形もすごいかっこいいんですけどもさあ750の、まあ、今度スパイダーは借りますので改めて、まあ、なのでそこでお伝えするとして。 で今回これアルトゥーラ25年モデルになりますなので25年モデルのアルトゥーラ要はクーペモデルも進化しましたでその進化に合わせてスパイダーがさらに追加されたという形で捉えてもらうといいかと思いますで価格先に言ってしまうとこれで3650万円でございます750が3930万円であることを考えるとねこっちがね だから意外と価格差そんなないんだなっていうのも僕、イメージで言うともっともっと価格差あるのかと思いきやえだってアルトゥーラってお買い求めしやすい迎えに行ったマクラーレンというイメージあったんですけどいや逆に750が結構お買い得いや、お買い得じゃないよねもう4000万に迫る勢いだから全然お買い得じゃない。いやむしろ 地味がやっぱ意外と高いんだよねまあスパイダーだからっていうのはあるかとは思うんですけどもじゃあそのスパイダーどんどん掘り下げていきたいと思いますまず一番最初に運動性能ほぼ変わってないっていうこれ多分ねマクラーレンとしては なんか今までの常識で言うとスパイダーになるとなんかオープンエアー楽しめるからまあ走りではクーペだけどまあこっちはじゃあ若干は我慢しないよみたいなそういったところってスパイダーってあるじゃないですかそのビハインドを極力減らすためにっていう結構専用設計をやってきた印象というのはありますでその証拠にですね車両重量はさすがに約60キロ重たいんですよクーペよりもこれで1560キロあるんですねクーペは1498キロなのでだからそれで言うと約60キロ重 いんですけど加速は一緒でござい零200加速になるとこちらスパイダーは8.4秒かかるんですけどもクーペだと8.3秒まあコンマ1秒変わってくるっていうまあそういう違いは出てきますけれどもまあその重量っていうのを極力影響少なくっていう形でやっております。 でモノコックもですね屋根がががなないいいいかかららとととって剛性とかが下がらないようにというに形の設計でございます厳密に言ったら若干は下がるんでしょうけども資料を見る限りで言うと合成値も変わらないっていうような形でだからモノコック6 2キロしか変わらないという形で展開しているっていうのも、まあ、こだわりなんでしょうねちなみにこのやっぱハードトップの部分はねちょっと重たいですよ。 うんだからまあそこまでもモノコックっていうふうに捉えるので結果モノコックとしてはこのユニットまで含めてオープン形式のねこのオープンのユニットまで含めて62キロ重くなるっていうところですだからまあ車両重量の違いはもう全部ここに集約されてるシステムに集約されてるさらにはオープンになった時の後ろ回りのこのオープン形式を取り入れるためのそこで補強も入れた上でっていう形で仕立てられてるかとは思います。で やっぱね僕マクラーレンといえばもうハンドリングじゃないですかもうハンドリング究極まで求めるのマクラーレンかタイプ R かみたいな僕なんかそんなイメージ持ってるんですけどもでその中でこちら足回りもねちょっと進化してきましたこれあとあとまあ先に言っちゃうか電子プラットフォームもね新しくなったんですよで750とかにはプロアクティブシャーシコントロールって言ってもう タイヤの圧力からダンパー圧力から全部を統合制御するっていうまあ、そういうのが入ってるんですけどこれはそこまでのシステムは入ってないですでもそのプロアクティブダンピングコントロールね750はプロアクティブシャーシュコントロール3.0なんですけどバージョン3なんですけどこれはプロアクティブダンピングコントロールそのダンピングコントロールのバルブ調整とかをしてあげてクーペとよりもジャ なんか乗った人の意見で言うと若干なんかしなやかになっているって、まあ、それはイメージできますよねオープンエアで気持ちよくというところでクーペはカリカリ攻めるという形で展開というのはなんか予想でできるところですさあ、まあ、そのハンドリングマシンをどの環境でも生み出すというところで、はい、やっぱり空力ですよマ、まあ、クラーレンとことんやってるでしょう。はい、後ろ回りももデフューザーザすすごいですよねあ ちなみに、このトランンスミッションも750とは違います。7 5 0は7速のダブルクラッチトランスミッションなんですけどこれは8速タイプでございます。25年モデルになってシフト変速とかもイニシャルの油圧を若干上げてシフト変速を速くしてきたっていうのが資料を見ていると読み取れるところですね。なのでシフト変速も速くなるっていう。あさらにエンジンも強化されました。この中には 3リッターの V6 エンジン入ってるんですね120度バンクのでまあ V8 積んでくれよっていう意見もあるかもしれないですけど V8 を欲しい方は、はい、奥の750を選んでくださいあちらは V8 ですでアルトゥーラで求めたのはだって V8 よりも V6 の120度バンクのこのエンジン50キロもエンジン軽いんですよ だからその軽さを使いながらいつでもどこでもそのトルクを瞬間的に出せるっていう電気の力をこれは使ったっていうだから電気の力を使うっていう意味で言うとマクラーレンの P1 っていうまあスペシャリティモデルがありましたけれどもあとはまあセナとかもありますけれどもそれらの技術を使いながらのアルトゥーラは電動化モデルですので改めてねクーペが先行で発売され25年モデルとなりこのスパイダーが加わったっていう。 あの、ちょっとマニアックな世界になりますが。がこれね、本当は覗けたらいいんですけど、ちょっと。覗き方がわからない。うん。いしょ。まあ、いつも通りな開き方でございます。うん、ここを開けても見えるわけないじゃんね。なんか、絵に変化が欲しくて。あ、ちなみにね、アルトゥーラ、やっぱこの辺りおしゃれですよね。七五丸よりも、内装はおしゃれかもしれない。 うんまあ、これはオプションが入ってますけどねこういったパイピングが入ってますもんねこれはオプションですねさらにこれバーバーズ・ウィルキンズ入っているのでこれもオプションですね通常5スピーカーですけどバーバーズ・ウィルキンズ入るとこれ12スピーカーになりますので。 でしかも今回はねこのまあ、本当見えないんですけども電子プラットフォームが一新されたのでイーサネット関係のこの通信システム要は指令を出すじゃないですか何かの信号が入りじゃあ今アクセルをちょっとだけ絞ってくれっていう指令がすぐにまた今度コントロールユニットエンジンのねに伝わるっていうこの実はね伝達スピードっていうのもすごく大事でそれを速くするためにイーサネットシステムも要は電子プラットフォーム プラットフォームも新しくなりそれだけでもケーブルが25%減るっていう形でまあ、効率化も図っておりますで、あ、そうそうこれクーペにはないですよこれ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 スパイダーならではですだからスパイダーはこの部分で若干空気が溜まりやすいのでまあ、エンジン完全カバーしちゃってるような形ですのでここのサイドのラジエーターからまあ吸気のところは今まで通りですけどもこの上側ね上側これが新しく加わりました ここからインテークで入りこれねよく見ると外側と内側で分かれてるじゃないですか外側はそのまま排気回りデフ周りの方に中に入っていくんですけどこれ映るかな内側はねここにパイプがあるんですよだからこのパイプの管でもって内側に導かれどこかに集中的に多分風を当てたいんだと思いますこの後ろって本当密集地帯でいつ火吹いてもおかしくないくらいほんと密集なので冷却したいんでしょうね おここもすごいね排気のねうんこのチムニー形状ねへえすげえすげえやっぱかっこいい、うん、さあじゃあちょっとあちなみに、はい、スペック20馬力アップしました。 うん、これシステム出力で言うと前は680馬力ですけど、これが700馬力になりました。それで0100加速は3秒フラットです。で、あのクーペも700馬力になりましたのでで、トルクは720ニュートンです。エンジンだけで言うと6。680 800ちょっとあのこれ今ちょっと僕も記憶してないですここまでさすがにでそこに加えてこれ電動化として7 4 k w ーのバッテリー積んでるんですよだからそのバッテリーが充電フルフルにある時っていうのは3 3キロ走れるっていうだからこちらが給油かなこちらがはい充電なのでこれプラグインハイブリッドでございますので先ほどからあれ うん、これアクシャルモーター使ってますからアクシャルモーターってまあ超マニアックな話ですけど普通のモーターとちょっと形式が違うんですよ。これパテントアクシャル社が持ってたんですけどそれメルセデスが買収しちゃったのでちょっとどうなってるか今このマクラーレンさんとの関係性が分かんないですけれどもこれアクシャルモーターです。アクシャルモモーーーータタっってて通常のモーターって この K でもって長くドーンって筒型のモードンが回ったりするんですけどアクシャルモーターって同じ力をもっともっと薄型で大きな円盤として出すみたいなそういう巻線方向が違うんですよだからトルクがねすごい小スペースで出しやすい出力も出しやすいっていうのがアクシャルモーターなんですけど。 僕最初本当にアキシャルモーターを発見した時にこれすげえ画期的だってベンチャー企業で突然出てきたんですけどアキシャルってその出てきた瞬間メルセデスがもう全ての権利買いあさってっちゃったっていうびっくりでございますよあれは。アキシャルっていうものが あの表舞台に出てくる前にメルセデスがその権利を取っちゃうっていうねもういつもながらにすげえなと思いながら今回の電子プラットフォームの中には750とかですとプロアクティブシャーシーコントロールとして要はダンピングのセンシングも取っているし要はダンパー圧力もねでタイヤ圧力も取って全部車の統合制御に取り入れるんですけどもこれはセンシングはしてます。 センシングはしてるんですけどもダンパー圧力までは取っていないのでだからできることが若干限られるっていうそういうお話でございますまあ、でも今まで以上にこのタイヤ圧力をリアルタイムで取ってそれを反映させるっていうのはやってるのでだからこそ若干ね乗り心地もだからクーペモデルもおそらく乗り心地とハンドリングが良くなってるはずですあちなみに P0 ですこれ P0 音対策とかもやっておりますこのタイヤなのでもうスペシャルタイヤで ちょっとねカットしてみたいですよねこういうタイヤね中にいろいろな細工がしてあるはずですのでマクラーレンのいろんな要望を叶えるべくのタイヤです23535 19インチですそうなんですよこの P0 すごいんですよ。29535 20インチです サイイバータイヤっってていいう名前がついてたっけな確かこの P0 って電子プラットフォーム内にタイヤまでちゃんと入れ込んでねっていう形のピレリーからの要は車との要はシャーシとの合同開発でもってこのタイヤをいかに使いこなすかっていうなんかねこれねちょっとよく見てみないと分からないんですけどこれねバルブ形状が少しちょっと面白くてこれ資料がどこまで正確か分かんないですけどもしかしたら。 これタイヤのピーク圧力をコントロールしているかもしれないんですよならある一定以上の例えばねサーキット走ってタイヤの圧力が上がった時にその圧力をもしかしたらこれ逃がすのかどうかちょっとわかんない資料を見るとそれをやってそうな ちょっと資料の言葉も見受けられましたけどそんなシステム僕は聞いたことないので本当にあるのかどうか分かんないですけどちょっと疑いながら今日見に来てみたらバルブがね少しね違うんですよ。これよく見るとこのサイドの部分とかに隙間あるんですよだからここから若干エアをうーん抜いてっていうのもだからドライバーの任圧力でそれ以上圧力が上がらないようにするって書いてあるんですよ。 乗り込むまあこの辺りいつも通りバッテリーは、はい88%あります2 6キロ走れる状態になっておりますだからこれハイブリッドですのでこれかけていいでしょうブレーキえいいよねブレーキえかけたら怒られるかかんないでしょだってあれ鍵が鍵がないちょっと鍵がないのでお借りしてこよう 鍵を持ってきてもらう間にですね。全長ではい4540です。幅で1976です。高さで1195ホイールベースは2640まあ、この辺り、本当クーペと何ら変わらないです。で、燃料タンクとかも何ら変わらないですよ。本当その辺りは一切害してないです。まあ、本当単純に若干上屋の部分にユニットとかを積んであげて。だからエンジンの上側の部分にもこの開閉システムが乗っかっているので。熱。の 冷却がちょっと効率が落ちるのでその分だからここに冷却をつけたっていうのが、まあ、このスパイダーの中身ですちなみにこれ11秒で開閉が可能になります、まあ、時速50キロまで動かせるっていうのは、まあ、この辺りは他のマクラーレンモデルよりも速いね11秒ってねすげえ速くなったよねもうだって11秒でオープンかクローズかの環境が変わるってこれすごいですよね。うん ちなみにレブリミットは8500で変わりませんいやしかしまあやっぱねマクラーレンといえばほんと足回りが命なので早く乗ってみたいですね、まあ、変わらずモンロー社製の、はい、ダンピングシステムを取り入れておりますさあそして最後にダン来ました鍵をお借りしました鍵はこういう形です、はい、さあちょっと乗り込ませて 失礼いたします。失失礼いたしますほんと失礼いいたたししまますす乗る自分が見えるってこれ憎いねこのショールームねこういうの大好き自分がこの車に乗ってるとどういうふうに見えるかって知りたいですよねそう僕だからメンバーシップライブであのいろいろ相談を受けた時にあの自分のまず市場とか行ったら自分の姿を自分で写真撮ったらっていうのは結構言ってます。はいじゃあえこれで おおこれバッテリーがだからあるのでこれで今システムが起動しましたオープンクローズがうんとここかあったここだはいここですさあおーおおちょっと待ってちょっと待って見たい見たいここどうなってんの あーなるほどねやっぱ熱大変そうだねなるほどうわしかしカーボン綺麗だねなるほど11秒っていうからほんと早かったはいじゃあ閉めちゃうはい完全閉めますはい終わりましたではい電動サンシェードですこれボタンを押すとこれが走行しないと動かないのかなはいまあ展示車なのでうんちょっとこれは商品モデルじゃないのでさあじゃあちょっとこれで クローズのところ見てみましょう外からあーやっぱかっこいいじゃん、うんうん、さあマクラーレンでねいつもこれ締めるときにどう触っていいかがわかんないんだよねだってボディでしょ、うん、ドアノブ欲しいけどやっぱこの端,端っこかなで最後はソフトクロージャーついてるのでもうそのまんまキュッて、はい、これでオ、OK、ッー。おおやっぱかっこいいじゃないですかスパイダー うん、相変わらずです、ね、720の時のスパイダーからもうスパイダーマクラーレン伝統みたいな形ですねここがエアーの抜きが。 あるっていうだからこの後ろ側で特にこの辺り不圧になりがちで乱れそうなところをこのサイドからの空気を入れてあげてここで合流させてで最終的にはチムニーからの排気と合わせながら後ろに引っ張るというでここで強く強く強くキックアップされるわけねここでキックアップがヒュッてされるからこの下側のディフューザーからもゅっと空気を引けるわけですよ。 いやーすげえねやっぱ空力カーだよね完全にねこういう風に見た時にねうんまあ空力のこのディフューザー形状を理想値に持っていくために排気は上からにしてますから。 だから最近のスーパーカーってもうみんな排気が上側にありますけどこれなんで上側にあるかって下側はなるべく全部を空力に使いたいたわけですよだから重量物のトランスミッションとかエンジンであるとかなるべく下に積みたいのでマフラーとかはまあそこまでエンジンとかと比べたら重量物ではない中身が詰まっているものではないのでなのでマフラーとかは比較的上側に配置されだからこのディフューザー形状をなるべく外さないような形で。だからマフラーが今までみたいに下に下 あるともうこここに例えばこのディフューザ形状は設置でできなないいじゃないですかだからそういった形で今車は仕立てられているという形でございます。ではいラジエーターとかもうここに入っておりますね。この奥ラジエーターです。ほらだから l f a もこの部分にラジエーターって後ろにファンありますけどこれはラジエーターって奥側にファンがあるような形で、うん、成り立ってますね。さあ、まあまナンバーが取れたら改めて ししててていいいいききままますすすのののでででレポートたたその時動画見ていただければ幸いです、まあ、何にせよ新しくアルトゥーラ25年モデルとして進化を果たしエンジンが進化しました乗り味も進化しているはずですそれに伴ってスパイダーも設定されましたのでそして最後にはいマクラーレン横浜さんですね7店舗目としてマクラーレンの。 はい、正規店舗として展開されましたので横浜の方であるとかは西麻布とか行かれてたかもしれないですけどマクラーレン東京さんとかも行かれてたかもしれないですけど横浜で買えるようになりましたというところではいでは今回も最後までご視聴ありがとうございましたまた次の動画でお会いしましょうい,かれほいやーなんかねちょっと時間がまだあるそうで。 もう好きなだけ取っちゃおうこの部分とかもさほんとかっこいいよね GT2RS とかにもありますけど同じような形でねそしてこのやっぱ薄めの、うん、なんかエヴァンゲリオンって感じだねこれちなみにこのボディ色はタンザニアブルーでございますいやなんか超エヴァンゲリオン感がある。 なんかね、アルトゥーラの方が目が下側に向かってなんかつり目なのかななんかね低く見えるんですよね750の方がなんかこの辺りがボリューミーだからかななんかね、低く低くっていうとやっぱアルトゥーラの方がすげえ低く見えるな前が最後ちょっとトランク見たいはいトランクオープン開いたはい こんな形ですす、まあ、旅行も行もます、はい、ちなみにマクラーレンこのドアのこの下の部分ここも空力ですこれドア閉めるとほらドアのここの部分につながりますだからこれブレーキ冷却がどっかに行くんだろうないやしかしアルトゥーラは内装もうんなんかちょっとおしゃれ感ありますねだからコックピットはもう完全にレーシーなタイプなんですけれども 室内は結構なんかグランドツーリング感というのか、うん、デートカーにもぴったりな。はい、ペダルアルルミペダルです